ので頭あんまり下げないようにしてるんですが、いつもなんかこれがトレードマークになってしまっていて、あのこの美人寄せのビデオを見ると頭下げてると映るとやめてって言いたいようになるんですけど、すみません、まあそういう年になりました。でもあの困難なのでね、あのやっぱりこうこっからマスクから上の目の力が、目力が必要らしくて、お化粧も今してないので、来年からはつけまつげをつけて眉毛もピッと描いてアイラインも引いてまずやってみようかなと思ったら化け物になるからやめろって言われて普通に行きますね、はい、まずはあの皆様今日は本当にもう暮れで12月で本当にコロナが延長延長になって来年の11日15日までですか、なんとか抑えようとして頑張っています。で北海道の人は偉いですよね、一生懸命協力していただいてて、あの本当にそしてソーシャルディスタンスをしながらこうやって寄席に来ていただくという本当にありがたいことでございます。であのたくさん喋ることはあるんですけども、また長くなる と、タイムリミットが結構あのコロナの時はありますので、簡単に、今日お手元にあるそのカレンダーが、はい、それ石川様が鳥の先生でいらっしゃいますけども、それを撮った写真をもとにご自分で手作り でなんと美人寄せの日程をきちんと入れたという美人寄せカレンダーを特注で作っていただきました。で本当にあの後で講座に上がった時は盛大なる拍手でお送りください。ありがたいことでございます。で本当に皆様この1年間あのいろいろと本当に激動の年、なんか毎年激動の年になってますね、この頃ね、なってますが、本当にありがとうございます。あのもう昔から10年以上来ていらっしゃるお客様で、今年から入られて、入られてっていうか、変ですけど、もうあの入会ではないんですが、もうびっしり着物を着て、粋に、なんかあの素敵な方も一人増えましたし、ますますなんかそういう方たちの輪が広がっていって、早くこの日数じゃなくて、結構お断りしています、あの寄席。それであの本当に20人30人と入れるように、皆さんと一緒に何かしていきたいと思いますので、ぜひ皆様今年は一生懸命笑ってで来年につなげてで元気よくまた来年迎えられるようによろしくお願いいたします。今日は始まります、よろしくお願いします。
指をちょっと鳴らしながら、いただければ痛いと帽子願いたい。では参りましょう。いかがでござる、地蓋をじる。だからそんな野郎、涼しい顔してる。もはやおひれでござるかって聞いてる。今度は両手で、いかがでござる、地蓋をじる。もそっと強く。旦那もう寝られちゃったよ。え、これ以上指先に力が入んねえって言うの。ただその野郎の寝癖が良かったよ。お当家にもそっと指先に力量がある御神はござらぬかって。あれはね、剣術の強いやつとか、柔らの使い手はいるよ。指先だけに力があるって、そんなのわかんねえ。でも、まあ、探していないことはねえだろうから、しばらくお待ちをて。田中の旦那がね、今、指先に力のあるのを探してるからね、俺が行って、ひねってくるかなと思って。バカ野郎、お前はどうしてお察した式なの？田中の旦那っていうのは、お屋敷の柔らの指南役。力は三人力。お前が言っても通じるわけはねえよ。だからさ、旦那みたいにね、素手でやんねえんで、俺が飲んでやろうと思ってね、思ってきた。俺、踏み抜き、円まで、これでギューッと、危ねえよ、そんなことしたら。ケツの肉、ちぎるよ。ちぎったっていいんだよ。どうせ相手はね、まかり間違えば腹を切ろうで。ケツの肉の一貫目や二貫目、大丈夫かい？大丈夫、大丈夫。任しといて。こっちは、ま、ピラコメンね。ま、ピラコメンね。誰がピラピラ申しておるのは、なんじゃ。ちょっと、田中さんにお目にかかりたいんで。その顔中に、これをしなさい。あ、この顔中に、6年に4があるという説明が来ておりますか。その方か。なんだ、さっきはどうも、ご苦労様です。人違いではないか。作島だろう、など見回っておらんが。お医者の後ろに回って、いかがでござる、地蓋をじ。これ、あれを見ておったか。やつじゃ。何が見事だと。おしゃべりはしませんがね。いたんですかい。見先に力のある、個人的な。こんな、さような、まこばかしいものがわからん。困っておる。走って、入れてまいりましょうか。入れてまいりましょうか。その方、さように、指先に力があるのか。あるのかないのか。だんだん疑うんならね、ケツをお出しなさい。ケツの肉、ちぎってやるから。乱暴だな。しばらく待ちなさい。この頃を遠くの若侍にしたであれ。さすればお下の方に失礼はあるまい。紋付き袴、その後これに着替えてな、襟元はきちんと合わせて、袴をつけて、開け先はきれいに整えてな。それからお下の前へ行ったら言葉遣いは丁寧。いいか、何事も言葉の上に、言葉の確かにおの字をつく。芝居にはござる、あるいは立てまつる。おに立てまつるね、お立てまつる。立てまつる。で、その方の名前は、とめっかってんです。何？とめっか。とめっか。とめじろうとか、とめざこうとか。昔からね、とめっこで撮ってますからね。向こうから、あー、とめっかって言ったら、って書き出すんで。犬だな、まるで。侍に、とめっこなどというのはおかしいから、拙者は田中。田中を介して中田。中田とめらいというのが総方の名前じゃ。おいな、ついてまいれ。そこに控えておれ。拙者が総方の名前を抜いたら中に入るように。おいな。大変長らくお待たせをいたしました。さぞお待ちとのことでございましょう。どなたでござったかな。もはやお忘れでござるか。先般お目通りをいたしました田中三太夫めでございます。おお、田中氏、そういえばどこぞでお目にかかったような気もいたす。で、何のご用かな。もはやそれもお忘れで、ご貴殿の記憶をひねります。指先に力量があるものを。そうでござった。で、指先に力量のあるご神は、隣の
部屋に控えさせております。ただいまこれ中継ぎままに中田止田雄殿、これ中田止田雄殿、これわしや止田雄殿、これ止めか、大雄殿、わしが止まんなかったんすよ。さっそく仕事に取り掛かりなさい、かかりなさい。え、旦那がそこに行っちゃね、仕事やりにくいよ。トランの部屋にお出でござるよ。そそうがあってはならん。さすがに言って、大丈夫、そっちに行ってね。お体見よ、おぴしゃりとお締めでござるよ。おじさん、おじさん、いなる言葉遣いのお神社、個人も人参もねえよ。おっしゃん、お使いに来て、麹も忘れるなんて、そんな、とぼけた話じゃねえよ。俺はね、こんな格好してるけどね、サブレじゃねえんだよ。職人なんだよ。お前さんがかわいそうだと思ったから出てきてやったんだ。ケツひねるから、早く巻くつばい、では、お願い申す。そばで煮るって言うと、また汚ねえケツだね。こんなに毛生えたいってどうしようってんの。こういうふうに向こうってんのかい。俺はね、波のやつより力があるからね、痛えなんつって後ろなんか振り向くなよ。いいね、行くよ、よいしょ、いよい、どうだ。時で大変冷てえ音をしてござる。とてものついで、もっと手荒く。いいのかい、そんなこと言って。ケツがポチポチタコになってるよ。それじゃね、今度は片手を押さえて、行くからね、意外、よいしょ、よいしょ、どうだ。大変な激流のことだ、痛み耐えがたし、そこら食っちゃ面白くねえや。思い出せよ、まだガオ。思い出した、思い出したことだ。三代の愛の妻をさらい、そしてお使者の工場は屋敷を出るのに聞かずに参った。続きまして、小生一番でお付き合いを願います。本日も大いに笑って免疫力を高めていただき、仮に新型コロナウイルスが入ってきてもギャフンと言わせてしまうこと、マスク越しで笑っていただきたいと思います。今年最後の美人寄せでございます。今年はまあ何と言いましても、世界中がこの新型コロナウイルスによって振り回された1年でございました。現在もなおあらゆるところでたくさんの人が打撃を被っているわけでございます。テレビを見ていましても、現在放映されていますNHK の大河ドラマ麒麟が来る、これは本来はこの12月で最終回を迎えていたはずなんですが、収録の途中コロナでストップしてしまいまして、ドラマの主人公であります明智光秀が本能寺で織田信長を倒すというクライマックスシーンはどうも来年になりそうでございます。でその後この明智光秀は、日下殿下と言われますようにすぐさま豊臣秀吉によって打ち倒されるわけでございます。そこで本日の本題に入っていくわけですが、打ち倒したこの豊臣秀吉は、貧しい身分の家に生まれ一心出世していくわけですが、顔が猿に似ているというのは大変有名な話でございます。ということで今日は大阪城を舞台にしたこの豊臣秀吉のお話で一席お付き合いを願いたいと思います。豊臣秀吉と申しますと、ご存知の通り太閤殿下と言われておりました天下人でございます。ですから当時の方というのは誰一人この秀吉に対して意見が言えなかったそうでございます。イエスマンばかり揃っていたわけでございます。この中に一人物申す人がおりました。堺に住んでおりました刀の鞘師そろり新左衛門、刀が鞘にそろりと収まりますところからそろりという名前がついたそうです。このそろ
恐るり新左衛門だけは秀吉に意見が言えました。なぜかと申しますと、非常にとんちとんさいが効いた頭の回転が速い方でございまして、太閤殿下の話し相手、いわゆるおとぎの衆としてお城へ上がっておりました。ある日秀吉が、おい新左衛門、何でも欲しいものを言ってみと言います。普通だったら、お米くれ、金くれ、屋敷くれなどと言うと思うんですが、さすが頭の切れで新左衛門、殿下のお耳の匂いを嗅がせてくださいとこう言うんですね。秀吉は何のことか分かりませんから、おお、そんなのいつでも嗅ぎに来たらよいではないかと言います。ある日大名が大阪城へ挨拶に上がってきた時に、新左衛門は太閤殿下の耳の匂いを嗅ぎに行くわけです。すると、この挨拶に来た大名は自分の噂をされているのではないかとこう勘ぐってしまいます。後々この挨拶に来た大名は、新左衛門の家に行っては、あのひそひそ話はやめてくれと言って、お金や贈り物を持参して頼みに来たそうでございます。大変賢い方でございます。ですから、太閤殿下からなかなかのご寵愛ぶりでございました。これ死んだはおらぬか、はは、世の中にはこびへつらうということがあると聞くが、それは良きことか悪しきことか、はは、申し上げます。世の中にへつらうということは、下世話で申しますと、のどもとに入る、いわゆるお世辞でございます。これは悪しきこと、武士といたしましては最も忌むべきことでございます。おお、そうか、では新座はへつらわんな。は、へつらいません。そうか、世間では世の顔が猿に似ておると言っておるそうじゃが、それはまことか。さすがの新左衛門、お世辞は言いませんし、かといって馬鹿正直に、何を今さら、そっくりそっくりとも言えませんから、はは、申し上げます。殿下が猿に似ているのではございません。猿、幸いをもって殿下に似たものと存じます。おお、そうか、世が猿に似たのではなく、猿がより、ちょっと待て、同じことではないかと言ったかどうか分かりませんが、ものの言いようでございます。そうか、では新座、世にそっくりの猿を探してまいれ。はは、訓命でございます。さあ、大変なのはそろり新左衛門、猿はどの猿を引っ張ってきても顔は似ています。ところが、体つきまでそっくりと申しますと、なかなかおりません。一生懸命探しておりますと、丹波の山奥に住んでおりますお百姓さんの飼猿、この猿が体つきまでそっくりそのまま、毛が真っ白の白い猿でございます。この猿を300両という大金で贖い求めまして、殿下にお目通り。ほほほほ、こやつが世に似た猿と申すか。おお、かわいいやつじゃ、ういいやつじゃ。おお、そうかそうか。よし、皆の者、よいか、今からこの猿に世と同じような扱いをして、世と同じようなものを着させよ、世と同じような飯を食わせよ、よいな。はは、こらこらこら、利休、何をしておる、あれをこの猿に茶を出さんか。あ、はは、大変でございます。早速お召し替えが降りてまいります。お着替えでございます。白羽織の着物に紫の踏み込み、そして金色の羽織でございます。これを着ますと、もうどっちが猿でどっちが太閤殿下か分かりません。ほほほほ、本によく似ておるの、かわいいやつじゃ。よし、この猿を竹村三左衛門宅に預ける。はは、大変なのは家来の竹村三左衛門、人間ならまだしも猿です。もしこの猿に何かがあれば、切腹は間違いなし。早速降りるというものを見つけまして、その前に見張りを3人立たせます。隣の部屋にはお猿さんの医者、獣医を常駐させまして、何があってもいいようにします。毎日のようにお城に上がっては太閤殿下とお遊びになっていますので、だんだんこの猿も調子に乗ってまいりまして、ちょっと竹村さん、竹村さん、竹ちゃん、竹、こら、竹というやつがいるか、それにお前猿なのに物を喋るのか。落語だから何でもいいんです。落語とはそういうもんです。何言うてるかお前は。あのね、もう大将のとこでね、毎日ごちそうばかり食べてありがたいんですけどね、もう最近胃がもたれてもたれてしょうがないんです。
どうでしょう、今晩あたり久しぶりにトカゲとどんぐり、あのことを申すな、殿下に見つかっては腹を切らんではないか、怒られています。毎日のように吉野に上がっておりますと、ある日のこと、太閤殿下大阪城の大廊下をスーッとお歩きになります。大阪城中戦場時期と申しまして、戦場の畳を敷き詰めましてもまだ余ったというぐらいの大きな廊下があったそうです。そこをちょこちょこちょこっとお歩きになる。その後ろを同じ格好をした猿がそろそろそろっと歩きます。大名連中そんなこと知りませんから、おお殿下怒られた、はは、おお、よう来たな、よう来たな、お主らに言っておくぞ、後ろから来るのは猿じゃ、よく見ておけ、あ、これが殿下ご寵愛の猿ですか、そっくりでございますな、そっくりでございますな、そっくりでございますな。これを7日ほど続けまして、8日目、今度は太閤殿下、歩く順番を変えます。先に猿をちょこちょこちょこっと歩かせまして、殿下は後ろからついていく。大名連中そんなこと知りませんから、おお、殿下怒られた、はっはー、これこれこれ、何をしておる、そちらは猿じゃ、要は後ろじゃ、あ、これは失礼つかまつりました、二度もお辞儀をしろった、面白い、大層喜んでいます。こんな遊びを続けていたんですが、これもそのうち飽きてしまいます。今度は太閤殿下、何を考えたかと申しますと、袋しないという剣道で使うしないの短いようなものがあるんですが、これを猿に渡します。この袋しないでもって人間の首筋、ここをパーンと打つことを教えます。猿の人真似と申しますように、猿の知恵がございますから、すぐこの遊びを覚えてしまいます。最初はその辺の家来連中の首筋を叩いていたんですが、これだけでは面白くない、大名の首筋を打ちたいという欲望に変わっていきます。ちょうどその時やってまいりましたのが、家来の大大名、加藤清正公でございます。加藤清正にございまする。殿下には麗しきご尊顔の帝を拝し、京越至極に、おお虎之助か、よう来たの、おそっとちこ、おそっとちこ、おそっとちこ、バン、痛い、なんじゃお前は、人の首筋を打つとはなんじゃ、ん、殿下ご寵愛の猿、こやつがそうか、はは、これが面白い。その後上がってまいりましたのが、同じく家来の大大名、福島正則公でございます。福島正則にございまする。殿下には麗しきご尊顔の帝を拝し、おお、いじますか、よう来たの、おそっとちこ、おそっとちこ、おそっとちこ、バン、痛い、なんじゃお前は、人の首筋を打つとはなんじゃ、ん、殿下ご寵愛の猿、こやつがそうか、はは、さあ殿下ご寵愛ということで、誰の文句を言うことができません。この後上がってまいりました石田三成がパーン、黒田長政がパーン、片桐勝元がパーン、みんなパーンパーンパーンでございます。当時は米が主食ですけど、パーンでございます。さあこの噂が奥州仙台は伊達政宗公の耳に入ります。伊達政宗、永禄10年1578年のお生まれでございまして、生まれた頃というのは織田信長が34歳、豊臣秀吉32歳、もし政宗が30年早く生まれていたら、天下統一は政宗がしたであろうと言われるぐらいの名君でございます。7歳の時に眼病を患いまして、右目を失明しております。独眼竜政宗と言われております。この政宗の耳に入るわけです。いかに殿下の言いつけとはゆえ、猿が大名を打つとは誠にもってけしからん、世がいさめて死んぜよう。さあ政宗が仙台から遠く離れた大阪までやってまいります。竹村殿、竹村殿はおられるか、これはこれは伊達のお殿様ではございませんか、なぜかようなところへ。いやいや、実はな、世は明日大阪城へ登城することになっておっての、その前にちと猿にご挨拶をと。いやいや、猿にもしものことがあっては私腹を切らねば。分かっておる分かっておる、おい、これ何をしておる、はよう竹村殿に菓子折り渡さんか、何をしておる。この菓子折りの中には500両という大金が入っております。中を確かめました竹村三左衛門、
檻はこちらでございます。そして檻の合鍵はこちらでございます。檻へ案内されまして、鍵を開けますと、猿は何も知りませんから、ちょこちょこちょこっと出てまいります。この猿の首筋をつかんで、おい、お前か、大名の首筋を打つというのは、こっちへ来い。和室で連れて行きますと、この猿の鼻っ柱を畳のへりでもって、ガーシガ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 ーシガシガシガシと大根おろしのようにこすりつけます。もうお尻だけだけではなく、鼻っ柱まで真っ赤っかにしてしまいます。おい、夜は明日大阪城へ登城することになっておっての、もしお前が世の首筋を打つとあらば、容赦はせんぞ。その場において引き裂いてくれる。よいな、この顔をよう覚えとけ。よいな、分かったら檻へ入っておれ。バーン、檻へ入れ込んでしまいます。さあ、明くる朝、伊達政宗が大阪城へ登城してまいります。伊達政宗にございまする。殿下におかれましては、麗しきご尊顔の帝を拝し、この政宗、恐悦至極に存に立て祭ります。おお、これはこれは伊達殿か、ようこらえた。さすがの太閤殿下も、伊達政宗には伊達殿かと丁寧語を使います。加藤清正や福島正則には虎之助、一松などと幼名で呼びますけども、さすが伊達政宗でございます。ところが、相手の格が上がれば上がるほど、首筋を打ちたいという欲望も上がってきます。伊達殿、もそっとちこ、はは、もそっとちこ、もそっとちこ、ちょこちょこちょこ、ぐっとしますと、独眼竜の目でギロ。ああ、ダメ、こいつ昨日来たやつだ、引き裂くと言った、引き裂くと言った、怖い怖い怖い、ああ、こいつ他のやつと違う、怖い怖い怖い、ちょこちょこちょこっと戻ってまいります。はよいかんか、はよいかんか、無理無理無理、ぐっとしますと、独眼竜の目でギロ。ああ、ダメ、こいつやっぱりダメ、怖い怖い怖い、ポーンと黒市内を投げ出すと逃げてしまいました。おお、これこれこれ、猿、どこへ行く、どこへ行く、なぜ逃げるのじゃ、なぜ逃げるのじゃ、だってだって怖いんだもん。しょうもない猿を申すな、しょうもない猿を申すな。おお、どこへ行く、どこへ行く、ああ、もうよい、もうよい、なぜでございます。相手は猿じゃ、猿ののはおわずじゃ。おらお付き合いのようにお願いいたします。先ほどちょっとカレンダーのお話にございましたけれども、このカレンダーは、ね、早めに作ってるカレンダーとちょっと違うのは、あの山の日、海の日、それからスポーツの日をですね、修正にしておりますので、それで、自宅にあるカレンダーとちょっと違うのかもしれませんけども、そういうのを国会で可決されたので修正いたしました。ちょっとそれだけ他と違う、あ、違うというお話が出るかもしれませんけども、それだけご注意願います。おい、関取、関取、これはこれは町内のごひごひいさんでごっつぁんです。おめえしばらく顔見えなかったけど、どっか行ってたろけ。はい、親方について上方へ行っておりました。上方、これでその上方で相撲って取ることができたのかい。はい、本来ならばわしのような下っ端は土俵に上がることはできませんが、この度は親方やご贔屓衆のおかげをもちまして、本場所で10日取ることができました。これ偉いな、俺はお前のそういうとこが好きなんだよ。本場所の土俵に上がったらそうなるよ。俺は俺の力で上がったんだってみんな胸が張るけども、そういう親方やご贔屓衆のおかげをもちましてて、そういう謙虚な姿勢が好きなんだよな。ところで、あの勝負はどうだった。はい、おかげさんで勝ったり負けたりでございました。勝ったり負けたり、うん、まあそういうもんだよな。神畑、初めて神がいたって言ってずっと勝ち続けるなんてなかなか難しいからな。勝ったり負けたり、まあ、人生も一緒だ、どんな勝ち方したか楽しみだな。初日はどうだ、初日は。はい、初日は上方やご贔屓衆の御恩に報いるため白星をで白星を飾りたいと思ったんでございますが、初日というものは緊張するもので、前の晩はろくろく眠らず、当日土俵だまりにどっかと腰を下ろしますと、
真の像が早金のごとく。呼び出し役に呼び出され土俵に上がると何が何やら目はかすみ耳は耳鳴りがする口はかっきり残った軍団が狩ると訳が分からないうちに働き込みで負けました。そうか、初日はな、初日はしょうがない、緊張するの、誰でも緊張するんだよ、しょうがない、いいよいいよ。だけど初日で負けてそれでスカッとしてその後ずっと白星ってこともあるから、あとが楽しいんだ。で2日目は今日こそは負けられない親方やごひいき衆のご恩に報いるため勇んで土俵へ上がりました。はっきり残った軍配が変えると相手の回しをずっと掴む、そのままグイグイグググググググイと土俵間際まで追い詰めました。おお、いいね、そういう話、そういうとこ見たかったな。うん、それで決まり手は何だ、突き出しか押し出し、がっぷりがぶり、うっちゃりでわしの負けでございました。うっちゃりか、まあしょうがないよな、うん、そこまで行ったんだ、うん、まあうっちゃりなんてのは負けたちに入らない、勝ったも同然だ。うん、いい、楽しみだ。で3日目は今日こそは負けられん、親方やおひいき衆の恩に報いるために勇んで土俵へ上がりました。3日目の相手というのが前の日の相撲で怪我をし両手両足にギブスをはめ全身ぐるぐる包帯巻きで反対をしているという、よく出てきたな、その野郎な。休みはいいのにな、やりにくかったろ。はい、大変やりにくございました。いかに相撲とはいえこのようなものと戦わなければならんという情けない苦労地になりましたが、情けをかけては相手に失礼だと思い、そりゃそうだよ、僕は何を飲んだって何でも気合いも何でもして出てきたんだからな、って言っちゃ失礼だよ、うん、それでどうしたい、心を認し腹の中では涙を流し引きずっている相手の痛がる足を磨けて3度蹴りを入れました。本気だなお前、蹴ったのか、悪いやつだな。で、相手相当痛かったろ。はい、苦痛に顔をゆがめ涙を流し汗水を垂らし腹汗を流しよろ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 っとわしの方に通れてまいりました。しかし心を自持し腹の中では涙を流しその痛がり足目がけて電光石火の回し蹴り、回し蹴りやったのかお前、鬼だよな本当に、相撲だよな。それでどうなった、相手のかわすのは一瞬早く天下の輪でわしの負け、負けちゃったのかい、そんなやつに負けてどうすんだよお前、バカだな、どうせやるのはちゃんと狙ってやれよ。4日目は今日こそは、もういいもういい、今日こそは今日こそはってて、ずっと負けてんだからもうそれ抜きでやってくれ、親方よ、親方もいいからもうそれも抜きでやってくれ。でどうしたい、恩に報いんがため勇んで土俵上がりました。すいません、恩に報いんが勇んで土俵上がりました。相手は強い張り手、これ聞きたかったんだよ、お前の張り手強いからな、稽古の時見てたんだよ、お前手が熱いからな、その手でドーンとやられたったら相手相当嫌がったら痛かったろ。はい、大層いとうございました。お前がやられたのかよ。お前がやられてどうすんだよ。でそれでどうしたい。はい、45日でわしの負け。ん、45日そんな決まり手あったか。はい、1月半。バカ野郎、帰れ、もう大喜利やれっつってんだよ、何がうまい答えだ。うん、で5日目中日やりました。はい、喜んでください。5日目はおかげさまで土つかずでございました。おお、そういう話聞きてえな。うん、どうなったんだ。中日というのは徳山行司若い氏にご祝儀を配らなければなりません。その祝儀の金がなかったので
休んでる先輩をおかげで口つかず。バカ野郎、もう帰れよ、もう。何言ってんだよ。ちゃんと帰ってくれよ。帰ったこと言ってくれよ。じゃあ6日目は。はい。6日の無礼の相手というのが雲をつつくような大の者か。こういうのは腰が弱いと聞いておりましたので、つくふりをして、さっと引きました。うん、それでどうした。はい、気をつかれた相手は、よろっと前に倒れてまいりました。ああ、まあそこまで行っちゃったらもうバカッと倒れるしかないよな。うん、それで、どうした。浴びせ倒して、わしの負け。避けるとか逃げるとかしろよな、これ。ただ、ぼーっとしてて、相手が倒れてそのまま倒れる。ちゃんと考えてる。7日目。7日目は相手の卑怯な手に負けました。え、神方って何、その卑怯な手使うのか。はい。卑怯の真ん中で足の回しをつかむと持ち上げ、そのままそっと出すという実に卑怯な釣り出し。みんな知ってる手だよ。上手投げ、下手投げ、それからそのあと釣り出しが出てくるぐらいだ。そのぐらい分かってよ。8日目はその釣り出しをやろうと思いました。あ、これ偉いな。それは偉いよ。そういうところは褒めてやる。負けて、ただ負けただけじゃダメじゃん。負けて覚える相撲かなって言葉もあるぐらいだな。負けた相手にかけられた技を次の日やろうなんて偉い。それでどなた。はい、消え残った場合は帰ると目標中央で相手の回しをつかみ、ぐっと持ち上げようとしたら相手が腰を落とす。うん、太刀が開かないので持ち上げるふりをして引っ掛けました。打ち掛けにしました。打ち掛け、そういうのは聞くんだよな。つくふりをして、そして持ち上げるふりをして打ち掛け。偉いな。それでどうだった。はい、相手の外掛けが一瞬早く、わしの負け。お前、内掛けしたんじゃないでしょ。外掛けだったんで、相手は外掛けしたから内掛け見ただけの。一体いつになったら勝つ話に出てくるんだ。9日目は、はい、9日目は、突き押しが得意だという相手なので、こちらも、ガンつく、相手がつく、こちらがつく、向こうもつく、激しい突き合い、押し合い。おお、ここまでようやく相撲らしくなってきたな。うん、それでどうした。相手が疲れてきたのか、よろよろっと三歩下がりましたので、ここで一気に行こうと前へ進むと、相手の突き出した両手の親指が、足の目の玉をぐる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 。じゃあ、目が痛くてひっくり返って、わしの負けか。こんなことで負けては、親方やご指揮衆に、申し訳が立たない。痛いけれども我慢して立っておりました。お偉いなぁ、ちゃんと立ってたから。それでどうしたい。前が見えん、何にも見えん。しかしこのまま負けたわけにはいかん。相手を探し、あっ、ここにいた。捕まえてぐっと引き寄せ、ドーンと表へ出しました。目が見えなくても相手をどんどん表に出して、それで勝った。ところが突き出した相手が行司で、行司が怒って反則負け。お前ね、目が痛いのはしょうがないよ。だけどね、行司か相撲取りかってわからないから教えてやるよ。何も着てないのが相撲取り、ぐわぐわ着てるのが行司。そのぐらいちゃんと分かるよな。で、10日目は、今日こそは負けられない。当たり前だよ、これ。今日で最後だから、最後の10日目だからな。負けられないぞ。今日、一日でも勝って、来場所につなげようと、勇んで土俵へ上がりました。土俵に上がり、かっぷりやつ。相手は上手投げ、足は下手投げ、上手投げ、下手投げ。もんどり打って、土俵下へ。倒れ込みました。もういい、分かった分かった。お前、下手投げやったんじゃないでしょ。相手が上手投げしたから、下手投げに見えたってだけのことでしょ。
で、それで、どうなった、うん、わしの負けか。このが、お表の上を見ると、王子が、わしに高々と軍配を上げておりました。お、勝った。よかったな。ずっと聞いててよかった。この羽織あげる。だから、紙入れもあげる。この中にもみんなあげるから。よかったな。いつ勝つのか、いつの勝つかと思って、ずっと聞いてたけども、ああ、やっと勝ったな。最後の一日だけでも勝とうと、それが来場所につながるんだ。うん、よかったな、勝って。ところが、土俵下から物言いがつき、行事差し違いでわしの負け。返せばかよ。紙入れも返せ。あ、うん、中身だけ抜いてあるな。そういうとこだけ素晴らしい。これな。余って聞いてりゃ、ずっと負けっぱなしじゃないか。はい、ですから宿名を変えました。宿名を変えた、何だって。大安売りに変えました。大安売り、なんだそれは。誰にでも負けます。いい加減しろよ。お前最初何て言った。勝負はどうだったって聞いたら、勝ったり負けたりでございました。だから、いつ勝つのかな、いつ勝つのかなってずっと聞いてりゃ、ずっと負けっぱなしじゃないか。どこが勝ったり負けたりだろう。ですから、相手が勝ったり、わしが負けたり。英会の運びで熱く御礼を申し上げます。第138回大和屋美人寄席ゆったり落語会でございまして、今日もたくさんのお客様に恵まれまして、本当に嬉しい限りでございます。まあね、大変な年ではございますけれども、来年に向かって頑張ろうということでございますので、引き続きご贔屓のことを願っておきますけれどもね、来年はもっといいことがございまして、実はですね、小生ヨッシーというアナウンサーのね、ヨッシーというのがおりまして、来年がその還暦なんでございます。それとあの小生古生というね、面白い話をしますけれども、還暦なんだそうです。もう本当にもう高年齢ばかりでございましてですね。で加えましてですね、私とあの一番はですね、古希って言ってた時70になるんですね。もう本当にあとはね、どうなることやらということでございますから、ですからあの来年はね、その還暦落語会とかね、古希落語会とかというのをやらかそうじゃないかと思っておりますんですけど、年を取りますとね、本当になんていうんですかね、なかなか動けなくなりましてね、そうなんでございますよ。それでもってね、こういうご時世でございますから、いろんなところに行けないから、とにかくうちばかりいますけど、もうすることがないと申しますかね、しょうがないから、あとは寝るしかないというような感じでございましてね、そういうようなお話でございまして、ちょいとあんた大きになってくださいよ、そんなところに寝てみますとね、風邪ひきますよ、ちょあなた大きになってくださいよ、ごちそうさまでございます。なんですね、ごちそうさまでございますって、お前か、あもう少しでな、いいところだったのにな。なんです、あんたなんか、夢なんか見たんじゃございませんの。どんな夢ですか。うん、もう、でも、うん、ね、怒るかもしれないね。怒るかな、そんなこと、夢の話じゃございませんか。そんなこと言ったって怒りはしませんよ、ね、あんたいつもね、店先でもってね、連中とこう楽しそうな話をして、奥に入ってくるとすぐ寝てばかりじゃございませんか。私もね、退屈ですからね、なんかその夢の話お聞かせ願いたいと思いまして、いやどんな夢なんでも、だからさ、本当に怒らない、怒りしませんよ、夢の話じゃございませんか、怒やしませんから、お聞かせ願いたいと思いまして、本当に怒らない。じゃあ言うけどね、ちょっとね、いい夢だったんだよ、うん、向こう島へね、ちょっと用足しやったら行ったんだよ、うん、そして思ってね、夕立、急に雨が降ってきて、これは大変だってね、くまげただろう、濡れちゃしょうがないからって、ひょっと横を見るってとね、深いこうね、軒のあるいい道があったから、そこでもってね、雨宿りをしてたんだよ。そしたらね、
中が出てきて、あら、こんなところにおりますと、濡れますから、奥の方にお入りになって、いや、こちらは結構ですって、その女中がふっと私の顔を見てね、あら、これは大黒屋の若旦那じゃございませんか。ご新造さん、大黒屋の若旦那がお越しですよって叫ぶんだよ。そしたらね、奥の方からね、これがね、いい女というか、いい女でないというかね、色白でね、年の頃の25、6、それでもって丸ポチョで猫、ね、ちゃん愛嬌というような感じのをご心情がスーッと、あら、これは大黒屋の若旦那じゃございませんか。お噂申し上げておりましたよ。そんなところじゃあるんですから、上がってくださいな、お上がりなさい、お上がりなさいってね、私のね、手を取ってお上がりなさいって言うから、そうでございますかって、あれね、普段はね、お店の方に買い物に行っておりますけどもね、しょっちゅう若旦那のことも噂申し上げておりますよ。まあこれは何でございますからね、ちょいとお休みになっていただいて、まあよろしゅうございますよって言ってる最中にね、お膳が出てきてね、お酒も出てきたんだよ。あら、お酒まででございますか。あなたお飲みになりませんじゃ。もう私もね、言ったんだよ、ね、親父がおりますけどもね、親父は大層三度の飯よりも好きでございますけどもね、どういうことか、私はね、お酒は一滴も飲みませんで、あら、ババアの尺だから、そういうことをおっしゃって、まあ、お次だけお次しますからってね、しょうがないから、継がれたからね、飲んじまってね、あれでお調子3本ぐらい飲んだからね、あら、そんなにお飲みになったんでございますか。お体に差し支えません、今度からさ、飲みつけないものを飲んでしまったからさ、ご心臓申し訳ございませんが、頭が痛うなってまいりました。あら、それはいけませんよ、お清や、お清や、離れに布団を敷いてって布団を敷かれましてね、それをって若旦那にお休みになってくださいよって言うから、しょうがないからね、ちょっと休んでいたら、そしたらね、もうお心臓というのが三味線持ってきてね、大黒屋の若旦那、私がこれの気持ちでございますってんでね、三味をね弾くんだよ。よろしゅうございます、私はよくなりましたんで、もう床上げをしますから。あら、そうでございますか、よろしゅうございましたね。でもね、私の方が今度はね、頭が痛くなってまいりましたから、少し、ね、寝かせていただきます。あ、そうですか、じゃあ私が交代で、いや、そのままで結構でございます、勘弁なさっていただきますようにってんでね、そーっと着物をね、ほどいてね、燃えるような肘弁だよ、あーあだからさ、これは言われる、あなたそちらに入らいただいても、だからさ、これは夢の話だから、え、お父っつぁんに知れたって言わないよ、お前たち何をしてるんだ、あ、お父っつぁん、ね、若旦那が不道徳をなさいましたよ。なんだよ不道徳って、ね、向こう島に行ったらね、お屋敷がありまして、そこのご神道が、お前ね、なんだってね、泣くか喋るかどっちかにしなさい、わからないよ、え、あ、向こう島に若旦那、うちのやつが用足しに行って、やらずの雨というやつ、ああそうかい、雨が降った、ああそれでもって、軒先休んでいたら、ご心臓が出てきて、お酒を飲む、あら、お酒を飲んだ、いつもね、私が飲むってえと、こいつはもう変な顔して、嫌がるんだけども、お酒を飲んじまった。それだけじゃございません。それだけじゃございませんって、どういうこと？布団を敷いて、そのご心臓と、不道徳を、冗談じゃ、だから、お父っつぁん、これはね、夢の話でございますから。なんだ、夢の話？夢の話ってと、その最初から、花から最後まで、夢の話、そうなんでございます。お先さん、お前さんね、夢の話でございます。夢の話でございますけどもね、そういう思いがね、若旦那の方に常にございますから、そういう夢を見るんでございます。だからさ、夢の話
でもね、お前からすればね、若旦那といえどもね、亭主だ、ね、お年から見れば息子だ、だからさ、そういう思いに駆り立てることもありやし、まあまあ勘弁しておくれよ。私はね、そういうことは申し上げておりませんけどもね、こういうことがよくございますよ。ですからね、そういうお気持ちはね、若旦那の方にはやめていただきたいと思いました。わかりましたよ、わかりましたよ。でもね、お父っつぁんにお願いがございます。お願いってどういうことなんだ。向こう島のお宅に行って、どういうことをするんだって、お父っつぁんの方から意見をしてもらいたいんです。なんだお前、よく聞きなさいよ。夢の話じゃないか。こんなことできるわけないやろ。私がね、小さい頃におばあ様に聞いたことがございます。淡路 の、 大明神様にお願いをして、上の句で、こうこうこういう夢のところに連れてってくださいとお祈りをすれば、下の句で本当にその夢の中で会えることになっておりますんで、どうぞ淡島大明神の方にお願いをしておとった意見を言っていただきとうございます。ああそうかい、分かりましたよ、分かりましたよ。じゃあね、今晩寝た時にね、ちょっとお願いをしてみる。今晩じゃもう遅うございます。今ここにお休みになっていただきとうございます。だって私はね、昼寝もしたことがないんだけど。分かりましたよ、しょうがないの。休めばいいんだね。それでもって淡島大明神様にお願いを。分かりました、分かりました。淡島大明神様、どうぞお引き当てをくださいませ。淡島大明神様、どうぞお仕立てをいただきとうございます。ご神蔵さん、大黒屋の大旦那様がお見えになりましたよ。あら、これは大明神様のおかげでもって、お会いできましたか。いやどうもすいません。じゃあちょっと息子がお世話になったそうでございまして。いやね、先ほどもねお話をしてたんでございますけどもね、なんか急用ができたということでね、すぐにお帰りになりました。まあ、お父っつぁん、じゃあお上がりになったそうでございますか。じゃあ失礼をいたしまして、どうも。綺麗になさっておりますな。掛け字も大層いい掛け字でございましてね、お花も大層綺麗に生けてございますな。お庭がよろしゅうございますな。もうね、小鳥も鳴いてて、負けのようでございますな。いや、お父っつぁん、おしも上手でございますな。お父っつぁん、お清や、何にしとる。お茶じゃございませんよ。若旦那に聞いたでしょ。お父っつぁんはね、お酒が大好き。私はね、お酒と言ったら、お酒、今火を落としたばっかりで、少し、お父っつぁんすいません、今火を起こしたばっかりで、ちょっとつけさせますので少しお待ちになって。いや、そうでございますか。いや、実はね、私はお酒が大層大好きでございましてね、もう三度の飯よりもね、お酒が大好きでございまして、よくでもそれもね、缶をしたお酒がございますと、心地持ちになりますけども、お缶はまだできませんでございますか。そうでございますか。じゃあ、お父さん、じゃあ冷やでお召し上がりになったらよろしゅうございます。いや、冷やは私ね、若い頃ね、ちょっとしくじりをしましてね、それからね、冷やはいただかないことになっております。もう店終わりましてね、奥戻りますと、お膳のところにね、お燗がついてないとね、もうお膳をひっくり返したもんでございますよ。もうよくね、うちの死んだばばがね、よくこぼっていったものでございますよ。まだできませんか。もう少しでございますよ。お父っつぁん、じゃあ、ひやはよろしゅうございません。いや、お父っつぁん、ひやをお召し上がりになって、お父っつぁん、お父っつぁん、お父っつぁん。不思議なことがあるね。我に帰ると。お父っつぁん、向島のご心臓には、お会いになりましたか。あ
し上げたのでござる。いやもう少しだったんだがな、あ私が起こしましたから、あの おこぼというのをあの言いそびれましたか。冷やにしとけばよかったのでございます。小生一番さん、太閤の城たる、ちょっと私が聞けなかったんですけども、あのこれは豊臣さんのお猿さんの話ですか、ね、なるほど、今度じっくり聞きたいと思います。あの入ってますもんね、はい、ぜひあの YouTube の、 あの美人寄席にも入っておりますので、お家に帰ってからじっくりもう一度再度聞いてくださいませ。3番目が小生飯塚さん、今日カレンダーを作っていただいた飯塚様のおやす売り、いや本当にお安いして皆さんに配ってくださいましてありがとうございます。で今お箱師匠が話しました夢の酒、なんかよくある話で、あのいいですね、寝かせていただいて夢を見てすぐそこに行けるというのはドラえもんのポケットみたいで、もうすごい夢の夢でございますが、やっとけばよかったっていうのはよくありますよね皆さんね。ぜひ来年も行っとけばよかったと思わないように美人寄席に来ていただければと思います。で長くなるとまたあれですが、本当にこう来年はこうなんかこう本当にもう払拭してコロナをもう自分方のもうねマスク生活は正直言ってここ 1,2 年は取れないかもしれません。あのもうそれだけの覚悟をしながらいかにマスクを楽しむかということをしたいと思いますので、ここに笑いっていうか口のやつをちょっとあのいたずらしてみようかなと思ったりもしてますので、皆様ぜひ来年は笑いマスクでまたぜひ来ていただければと思います。何よりも健康が一番大事で、あのもう今風邪ひいても病院になかなか行きませんのでね、それからあの本当に大変な世の中になってますので、まずは自分自身で健康を気をつけて、そして周りの人にあのこうちょっと思いやりの心で接していただければ乗り切っていけると思いますので、ぜひ皆様ちょっとしんどいですけども頑張って、うちの店もなるべく潰れないように頑張りますので、はい、あの本当にね頑張ります。それでは本当に皆さんと一緒に歩んでいきたいと思いますので、ぜひ大和屋美人寄席、そして小生一門、みんな健康なく、なんか悲しい話はするの嫌なんですけど、皆様の中で知ってらっしゃる方いるかもしれませんが、うちでお琴を弾いてギターを弾くあのお琴の会があるんです。素敵なコンサートなんです。そこにいつもあのジェラルドというアフリカ人ケニア人の方が、奥様は日本人の学校の先生で札幌に住んでらっしゃるんですけど、その方が実は先月心筋梗塞で亡くなりました。もう絶対もう信じられないぐらい元気で背が高くて目が 5.0 のスーパーマンだったんですよね。だからあっという間でしたので、人生何があるか分かりません。若い年寄り関係なく、本当に今一日一日を精一杯楽しく過ごして精一杯一生懸命生きるのが一番なんかいいのかなって、今このコロナになって よくよく見えてきます。皆様もぜひ本当に仲良く元気にいきましょう。よろしくまた来てください。すみません、皆様から私は元気をいただいてますのでよろしくお願いいたします。